本当にちょっと寒いですよ。6000メートル本当に遠いって感じ。何を俺が見てるんだろう。第三者が見てるの。離体離脱状態。南部屋ゴール、これはあそこ作られた、みこちを作られたところ。戦前だから鹿の札ってもうやってないの。やってないな、うん、鹿の札でも戦前はどういう意味、ごめんね。あの戦争あったでしょ。ああ戦争の前のみこちだから、みんな焼けちゃったの日本は。だけどこれは、うん、あの残ってるの、この町内だから大きいでしょ、みんなと違う。結構だからこれすごいイカとかそういう、おすごい。これ俺作った。あなたちょっと何聞こうと思って、あなたこれ作ってすごいね、結構いいバランスもいい。いいでしょ。だけどね、やっぱり格じゃないのか。ビルちゃん、かっこいい。締めにくい。でもかっこいいね、これは。ありがとう。かっこいい、ね、これずっとついてんの。私あともうちょっとついたら、立川諏訪神社の例大祭あるから見に行こうかなと思って。あそこに、まあ去年も行ったんだけど、今日祭り、こちえち、いろんなところあるんだけど、でも向こうの、1時、2時、8時ある。5期、大体1回見越しだけど。でも、あと、パレードがあって、その中で、破れ傘という戦艦見越しあります。すごい、すごくでかい。戦艦見越しでかいの知ってます。そうそう、破れ傘という名前、すごくでかい。それも1回見ようかなと思って。そういう今日予定だった。だけど連合で宮入り亀戸天神一番勢揃い。それで、まあそこはやばいね。神様が乗ってるから、うん、1番か2番って言っちゃいけないんだけど、大きい方が分かった分かった。宮立宮入りやっぱり一番、ポイント分かった分かった。でもしょうがない、今日お祭りもいっぱいあって、行きたい祭りいっぱいあるけど、でもそうなんですよ。とこの西日暮里もあるでしょ、6年ぶり。いただきたい。こんな感じだような、まあこういうもあるんだけど、でもいい、綺麗なこの石いいと思います。上向きでいいと思う、うん、もうちょっと上でもいいし、まあこんなこの感じ、うん、よく知ってるよ、この方、うん、勉強してる、もう日本人よりよく知って、芸術の、まあ、みこち大好きです、ね、ずっと前から見てる。ただもういろんなところ見たことある。見たことあるんだ。そこにいろんなところにいるんですか。いろんなところに仕事だ。仕事したあのような、おみこちなという、まあキッパいうか、まあ、問題ないとか、はい、まあ、こういうガサリとか揺れ、揺れくなったりとか。でも日本に住んでるんですか。住んでます。もう11年ぐらい。あ、長い。仕事は？あ、レストランで働いてます。レストラン。あ、レストラン。あ、普通の。どこで？あ、新宿の方。新宿。近ければいいですよ。まあ、新宿じゃない。新宿もあそこの諏訪神社も。花園。あ、花園も、もう、こう、お祭りが大変、これは5月ぐらい。5月は花園の湯島天神、紅葉天神、そういう時期だった。山形。今、諏訪神社一番多い。諏訪。今の時期ね、諏訪様。諏訪様が一番多い。チェーン店だよね。諏訪神社も亀店もどこが本当は分かんないよ。今日諏訪神社、あの、西堀、日暮里も。日暮里今日6年ぶり、行くんだって。ああこれからの、あごめんごめん、私行くのは立川、あ立川諏訪神社、暗闇神社、暗闇祭りの方だ、なんか夜祭りやんで、あっちは
みこし会が持ってんだよね、みこし。そうそうそう、同好会の方、町内みこしでかいの持ってんだよ、なんか。そうそう、去年も行った、今日、まあ、すぐ、でも宮入りはすごいよ。だけど俺、あれ聞きたい、どこだっけ、あの平塚の方のどっこいみこし。ああ、平塚。歌、歌。うまいんだよ。はい、両方行きます。ねえ、人工。うまいわ、人工。うっとりするぐらい、あの、みこし人工だっけ。あります、ね。どっこい、どっこい、どっこい。ね。に展望でか、そう。これ、歌に、動き合わせで、投与する。よく知ってるんですよ。どっこい、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 どっこい。だけど、声が良くないとダメでね。これ歌のうまい女のうまいのいるんだよ。そういう女もうまいいるし、でも、男は怖い。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 よく知ってる。たぶんよく大好きどっこい。大好きなの。どっこいか好きが最高。これどっこい好きで面白いね、聞いててね。あと太鼓叩いてたりさ。ああ太鼓ついてるみこしもあります。ねね、これは、基本的に地は、の品川その辺。大森の辺、江原神社とか品川神社、あともう一個ある。カッパ。そうそう。あとこういうのもある。彫りはいいと思うんだな、本当に。彫りは。昔のだからさ、きれいに、まあ、マサメが出てるんだよな、マサが出てる。ああ本当よし、この前、海の日、浜折り祭行きましたよ。知ってるよ。知ってるよけど、もう疲れちゃったから。疲れるのはやばいな、疲れる。死ぬほうぐらい。私ね、宮田市、大六部天神社、1時40分ぐらい、宮田市、朝、夜中。すると、その糸市、海までやって。海やってやってるし。でも綺麗に、ね、楽しいだね、見てるの最高だ。でも東洋結構長いから、人口は宮田市時だけ、あとすると人口入らない、もう、まあ、スピードな感じで、まあ、どっこいどっこいかするけど、でもあと4週間違うのが大手のことじゃない、うん、そうそう、先見たら聞こうと思った、ね。これまあ、フスワ、コトリ、場所によるまあ、スワメあったり、あと、ホウのメスもあるなど。たまに何もないの、あります。いや、大体、ないのがある。あとは、あと、ギボチも、ホウのところ。大体、大鳥、コトリになる。コトリ。こちらのわらび手に、これ、なんで？やっぱり大鳥、コトリで、やっぱり東人が、やっぱりコトリで、方が偉いから、で三神が神になって次がこれになる。東西南北でやっぱり。ありますよ、みこちもそういう現れる。あと、季節もあるでしょ、そこの、なんという羊。うん。これ、野筋もこれ季節現れるという。あります。これ節返しと思うよ。節返し、これの節返しは天神で三枚ずから、こういう雲絵マーク。そうそう。天神マークです。これ遊ばせて、下は縛った方がいいの？縛っといた方がいいですよね。遊ばせるように言っちゃった。本当言わないで。